はい、どうも、白熊先生です。今日のやばいニュースはですね、元ラーメンズの小林健太郎さんがですね、現在ですね、東京五輪のですね、開会式に関わってるんですけども、実はですね、過去にですね、お笑いのコントのネタとしてですね、いわゆるそのホロコースト、まあこれ何かっていうと、ナチスドイツによるですね、ユダヤ人大虐殺ですね、そのことをですね、まあコントの一つのネタにしていたということが分かってですね、現在炎上している件に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、まあ最近東京五輪についてはですね、小山田圭吾さんだったりとか、のぶみさんとかがですね、まあ、東京五輪に関わることが決定した後にですね、過去にした発言だったりとか行動だったりとか、そういうことがですね、話題になって炎上し、そして辞任するということが続いてますよね。まあ、現在ね、2人連続で続いてるんですけども、この度ですね、これ3人目は小林さんじゃないかなんてね、今言われてるんですよね。というのはなぜかっていうと、小林健太郎さんはですね、まあ、現在はね、コンビをもう解散されてるんですけども、当時ですね、ラーメンズというコンビを組んでいた頃にですね、その、まあ、いわゆるそのユダヤ人虐殺についてですね、コントで一つのネタにしていたということでかね、今話題になってるんですね。そしてその動画がですね、今 SNS 上で拡散していてですね、それに対して批判をしている人もですね、結構増えてきてるっていうのが現状なんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、正直言って今回の小林さんの件っていうのは、このですね、前の二人、いわゆるその小山田圭吾さんとのぶみさんの件とはですね、ちょっとまたパターンが違うんじゃないかなっていうふうに僕が思った理由ということに関してですね、僕なりにいろいろと話をしていきたいと思います。はい。まずなんですけども、本当にですね、トラブル続きのですね、五輪なわけなんですけども、小山田圭吾さんはですね、まあ、いわゆるその開会式にですね、演出でですね、携わることが決まってたんですけども、まあ、過去にしたですね、障害者の方に対するですね、いじめ自慢インタビューですか、まあ、これがですね、発掘されて大炎上して辞任することになりましたよね。で、続いてですね、のぶみさんに関しては、これね、絵本作家の方なんですけども、うん。まあ、いわゆるですね、その昔出した辞典の中でですね、その自分の学校の先生にですね、腐った牛乳を飲ませた、いわゆるその教師いじめのことをですね、面白おかしく自慢のように書いてあったりだったりとかですね、まあ、そういったことがですね、いろいろ話題になってですね、まあ、昔からずっと炎上してた方なんですけども、そこがですね、再炎上したっていう形で、まあ、言ってみたらね、のぶみさんもですね、その辞任するっていう形になってるんですね。まあ、二人続けてこういうことが起きてるんですよ。でですね、現在三人目になるんじゃないのかって言われてるのが、この小林健太郎さんなんですね。はい。で、小林健太郎さんはですね、元ラーメンズ、片桐仁さんというですね、現在俳優さんとかやってらっしゃる方ですか、まあ芸人さんでもあるかわかりませんけども、その片桐さんと小林健太郎さんに組んでるですね、ラーメンズっていうですね、コンビがあったんですけども、このラーメンズっていうコンビは本当にカリスマ的な人気をね、誇っていてですね、うん。まあ、いわゆるライブをしたらお客さんもですね、パンパンに何万人単位で入るし、DVD もとてつもなく売れるしっていうですね、まあ、いわゆるこうカリスマコント師みたいなね、感じだったんですよね。でですね、まあ、この二人はですね、現在コンビ解散して、小林さんがですね、まあ、いろんなね、まあ、その、仕事をしてるみたいなんですけど、その中の一個でですね、その東京五輪のですね、開会式にですね、まあ、いわゆるその、携わることになったっていうことらしいんですよ。でですね、そんな中でですね、ある一つのコントがですね、今波紋を広げてるんですね。それが何かっていうと、ラーメンズ時代にやっていたコントの中でですね、そのナチスドイツによるですね、ユダヤ人大虐殺をお笑いのネタにしていたっていうことがですね、今話題になってるわけなんですね。じゃあこれ一体どんなネタなのかっていうことをまず話していきたいと思います。これ何かというとですね、1998年5月に発売された VHS ですね、ネタで小辞典ライブっていうですね、ボリューム4っていうんですか、うん、っていうのがですね、あるらしいんですけども、はい。で、その中にですね、収録されているものみたいですね、はい。でですね、うん。そのネタはどんなネタかっていうとですね、いわゆるそのね、1970年4月から1990年3月まで放映されていたですね、NHK の人気教育番組、できるかなをですね、パロディにした番組といいますか、コントなんですね。はい。小林さんがのっぽさんをですね、のっぽさんみたいな格好をしていて、相方の片桐仁さんがですね、ゴン太くんにですね、扮しているっていう感じなんですね。で、まあ、正直で僕の世代のところのできるかなっていうのはですね、全く知らないんですけども、まあ、いわゆる僕の世代で何だろう、作って遊ぼうとかですかね、なんかワクワクさんとゴロリみたいなね、なんか、うん。まあ、多分今もあるんでしょうね、NHK の番組できっとそういうね、なんかこうね、人間となんかそのぬいぐるみみたいな、なんか着ぐるみ着た二人がなんかね、何かを作って、よし、これでみんなで遊ぼう、みんなもこれ実際に作ってみてね、みたいなね、なんかそういうポップなね、番組あるじゃないですか。あれですよね。あれをこうパロディにした感じのネタだったみたいなんですね。うん。でですね、そのですね、コントは9分くらいあったらしいんですけども、その中でですね、そのね、その番組企画案をですね、二人で出し合うっていうシーンがあったらしいんですよ。で、その中の演出でですね、ユダヤ人大量虐殺ごっこをやろうって言った時の話だな、みたいな感じで、そう、ユダヤ人大量虐殺ごっこっていうこのワードがドカンと出てくるんですね。で、そこが笑いになるみたいなシーンがあるらしいんですね。はい。で、今回ですね、そのワードが出た部分を切り取って、おいおい、ちょっと待てと、ユダヤ人大量虐殺についてですね、小林健太郎を笑いにしてんのか、なんてやろうだ、
みたいな感じで、ちょっと今炎上と言いますかね、批判する人が増えてきてるっていう感じですかね。ちなみにこのシーンに関してはですね、SNS に切り取られて今バンバン上がっていって拡散してるっていう状況になってます。はい。でですね、じゃあここに関して僕はどう思ったのかっていう話なんですけども、いや、僕として思ったのはですね、まあ、確かにその小林さんを叩きたいという気持ちの人もわかると思うし、もっと言うとね、ユダヤ人大虐殺自体はですね、まあ、本当にね、心を痛むべきですね、まあ、言ったら僕ら、ね、僕ら世界中の人間がやっぱり忘れちゃいけないですね、大きな事件だと思うんですけども、その、小山田さんだったりとか、その、信美さんのパターンとはね、またちょっと違うパターンなんじゃないかっていうふうに正直僕は思いましたね。はい。というのはなぜかっていうとですね、別にその小林さんはですね、そのユダヤ人虐殺について肯定しているわけとかでは決してないんですよね。はい。では何かっていうと、このですね、コントの性質としては何かっていうと、要はそのできるかなっていうですね、NHK のですよ、番組ね、そのね、言ってみたらその人間となんか着ぐるみみたいな二人が一緒になって何かを作ろうみたいな、まあ、そういう風にですね、ポップなね、その子供向け番組みたいな感じでね、そのテーマとしては進んでいくんですけども、その中でとても子供向け番組とは思えないようなブラックなことを言うっていういわゆるですね、ボケなわけですよね。はい。だからある種このブラックなものだったら何だっていいわけですよ。で、その中の一つとして、まあ、いわゆるそのね、小林さんは当時このユダヤ人大虐殺っていう言葉をね、まあ、いわゆる選んだわけじゃないですか。まあもちろんね、結構ね、言葉としてはですね、ブラックが過ぎるかなっていう気はしますけども、あくまで小林さんは、そのね、こういったですね、そのね、子供向け番組のね、こういう風にですね、ポップな雰囲気で、何を言ったらね、そのギャップがあって面白いかっていう意味合いで言っただけであって、別にですね、このユダヤ人の虐殺に関して小林さんは肯定してるわけでもですね、支持してるわけでもないんですよね。はい。だからそれがですね、その、信美さんだったりとか、小山田さんのパターンとは違うんですよ。はい。だってそうじゃないですか、小山田さんがしたことっていうのは、ですね、過去に障害者いじめをしていたと、ね、自分自身がしていたわけじゃないですか。自分自身が障害者いじめをしていて、そのことを自慢げに喋っていたわけですよね。で、のぶみさんも過去に自分自身がその教師いじめみたいなことをしていて、それを本とかでね、自慢げに喋ってるわけじゃないですか。でもね、その小林さんがやってることっていうのは、そのね、ギャップから来る笑いの一つとして、一つのワードとしてね、ユダヤ人大量虐殺っていう言葉を使ったんであって、別にですね、それを小林健太郎さんが支持してるわけではないんですよね。はい。例えばですけど、小林さんがね、その大量虐殺については正しかったんだっていうふうに、以前から言っていたりだったりとかですよ。なんかインタビューとかで。そういうことだったら話は別だと思うんですけども、今回のパターンをね、それにね、当てはめてしまうのは、うわ、これ、小山田信美についてね、小林もやばいぞみたいに言うのはちょっと違うかなっていう気は僕は正直しますね。まあ、例えばですよ。例えばなんですけども、例えばなんか刑事ドラマがあったとするじゃないですか。ね。刑事ドラマがあって、でその刑事役がいたりとか、被害者役が出たりとか、あと殺人犯役が出たりとかするわけじゃないですか。ね。で、その殺人犯役がめちゃくちゃ残忍な方法でですよ。その被害者の方を殺すっていうシーンがあったとしましょうよ。そのドラマの中ですよ。すごい悪いやつなんですよ。このね、加害者のね、殺人犯のやつがね。まあ、でも、その殺人犯の人ってはなんでその番組に存在してるかっていうと、この一つの番組を面白いドラマ、ね。この刑事ドラマを面白くするための一つのコマ、要因として入ってるだけなんですよね。はい。なら別にそのこのドラマはですよ。そのね、この殺人犯、残忍な殺人犯を別に肯定してるわけじゃないんですよ。ね。あくまで面白いドラマを作るための一つのコマ要素として使われてるだけあって、使われてるだけであって、別にこのドラマ全体を使ってですよ。その殺人はいいことなんだ、残忍な殺人を肯定しますっていうことを伝えたいわけではないわけですよね。はい。で何よりも演技でやってるわけですからね。その中でですよ、やってるその殺人犯役の人だって、他の役の人だってですよ、別にそのね、殺人を肯定してる意味でこのドラマを撮ってるわけは全然ないんですよね。はい。で、それがまさにですね、そのラーメンさんのコントでも同じパターンなんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。その、この作って遊ぼうのパロディーコントっていうんですか、これを面白いコントにするための一つの要素、ボケとしてユダヤ人虐殺という言葉を使ってるんであって、別にそのユダヤ人虐殺ということを肯定したりだったりとか、正しいことと思って使ってるわけではないんですよね。だからそれとこれとは別なんですよ。このワードが出てきたからと、確かにちょっとね、強いワードなんで、まあちょっとね、これに関してね、なんか嫌な気持ちになる方がいるっていうのは気持ちはすごくわかるんですよ。そのブラックな言葉ね、ワードを使いたいからといって、ちょっと言い過ぎかなっていう気は正直します。まあただですよ、ただ、このワードをですよ、このコントを面白くするための一つの要因として使っただけであって、別にこのね、ユダヤ人虐殺について小林健太郎さんが肯定してるわけではないんですよ。別に。
その違いなんですよね。さっきのドラマと一緒で。はい。だからそれをね、勘違いするのは違うかなっていうふうに思います。はい。だから別にその小林さんをですね、批判したい人は別に批判すればいいんですよ。それこそ人の自由ですからね。ただその批判する際にはですよ、そう、小林健太郎さんは、そのユダヤ人虐殺をですね、支持している。あいつはね、ナチス、当時のですよ、ナチスドイツをですね、支持してるんだみたいな、そういうふうな批判の仕方は違うんですよ。ね。別に小林さんはそれを支持してるわけじゃないですから。はい。まあ、ただ、その、いくら面白いコントを作るための一つのね、ブラックな言葉を入れる、そのね、ブラックな要素を入れるっていうボケのためとはいえ、ね、大量の人が過去にね、亡くなって心に傷を負った、そういう事件名を使うのはいかがなもんかっていうふうにですね、そういう批判をするんだったら僕は正しいと思います。はい。だから、いわゆるその批判のしか、まあ、批判をするんだったらしていいと思うんですよ、本当にね、自由ですから。ただ、するにしても、ね、その批判の仕方、矛先、ね、そこだけはちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに、僕自身は思いましたかね。はい。というわけでね、今日はこれでやります。この時点ですね、ちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、あとコメントとかありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。